ルーツは大和朝廷に迫害された異民族。日本に実在した流浪の民、三家とは。ようこそ、もっと知りたい話題へ。さて皆さんはかつて日本に存在していた三家と呼ばれる人々を知っているでしょうか。三家とは昭和初期まで主に本州の山間部を拠点として放浪生活を行っていた集団であり、現在では姿を消してしまった謎に包まれた流浪の民です。そのルーツは一切不明であり、一説では古代大和朝廷の時代にまで遡るとされます。今回は三家と呼ばれた人々についてご紹介したいと思います。それでは行きましょう。日本の山間部で目撃された山の民、三家。三家とは、幕末から昭和初期までの時代にかけて、主に本州の山間部で存在を確認された集団を指す言葉です。彼らは、ザルやミといった竹細工を中心とした工芸品の作成や革漁を行い、人々が住む集落を時折訪れては、物々交換による交易を行って生計を立てていました。三家は一つの土地に定住することなく、山間部を放浪して狩猟、採集生活を送る集団であり、独自の文化を守り続けていたとされます。農耕も定住も行わない彼らの生活様式は、一般的な日本人のものとはかけ離れており、戸籍もない彼らは政府の管理下からも外れた存在でした。三家という言葉が初めて文献に登場したのは、江戸時代末期の探検家、松浦武四郎の著書、日田紀行であり、松浦は飛騨のとある村を訪れた際に、三家と呼ばれる山を放浪する民の話を聞き、その後実際に三家に助けられたという話が記されています。他にも広島の庄屋文書にも三家の語が登場し、基本的にはその土地の人々から山に住む人々を意味して三家と呼ばれていたことがわかります。そんな彼らは放浪生活を送りながらも人々の集落とも時折交流があったことが各地の伝承に残されています。なお、彼ら自身が三家などの集団名を名乗ったという記録はなく、あくまで三家とは外部からの呼称に過ぎません。そして、明治に入ると、警察をはじめとする行政機関の各文書に、三家の名が登場するようになります。しかし、当時の行政機関による三家の認識は、書類上存在しない犯罪者予備軍というものでした。住所不定で戸籍も確認できない三家は、日本で暮らしていながらも、日本人としては認められなかったのです。独自の文化を築いてきた三家。三家の生活形態は一般的な日本人とは大きく異なるものであり、洞窟や寺院、簡易小屋を一時的な拠点として放浪を繰り返していたとされます。また、時折人々が暮らす集落を訪れては工芸品の交易や村の修繕作業の手伝いなどを行っていた記録も残されています。しかし生活様式や価値観の相違から起きるトラブルも多く、山の民として交流を続けていた集落もあれば、山賊として排斥しようとする集落もあり、普通の日本人とはどこか違う集団であることも確かでした。また、三家独自の文化として、三刀梅貝や自在鍵天神、簡易小屋セブリといった道具、鮎たちやくずしり、くず粉などといった長老制度、古来より守り続けてきたとされる掟、八重垣や旗村、日本語とは異なる三家言葉と呼ばれる独自言語も存在しました。後の三家研究家が全国で確認された三家言葉を照応したところ、日本語に近いことと共通する三家言葉が存在することが分かりました。そのため彼らの源流は我々と同じであり、時代を経て徐々に変化していったのだと考えられます。また、三家研究家の一人である三角寛は、三家は三家言葉だけでなく、三家文字と呼ばれる独自の文字も使用していたと主張しています。そしてその三家文字は、上代文字の一種である豊国文字と類似しているとされます。三家は徹底した秘密主義を維持した集団であり、
時折集落との交流こそ行っていたものの、彼ら自身の文化や信仰についてほとんど語ることはなかったとされます。そのため参加の実態については謎が多く、独自文化についても確証が得られているわけではありません。またもともと山の民として存在していた参加の定義が曖昧なのをいいことに、参加に近い生活様式を取りながらも明らかに山賊として行動していた集団も存在しました。これが原因で明治政府は参加を犯罪者予備軍として扱うようになり、参加は次第に弾圧されていくことになります。このことから当時の政府を批判、本来の参加を擁護する参加研究家も多く存在します。参加のルーツは大和朝廷から迫害された異民族？近代になってからその存在が明らかになった参加ですが、そのルーツは謎に包まれています。参加の初出である日田紀行においても、古くから参加と呼ばれる山の民として語られており、実際にはもっと古くから存在していたとも考えられます。そんな参加のルーツに関しては大きく分けて3つの説が存在します。1つ目は幕末から明治維新にかけての動乱で山間部に避難した難民がルーツという説です。これは参加が文献に登場するのが幕末以降であること、天保の大飢饉で大量の難民が出たとされる中国地方で多くの目撃情報があったことが根拠とされます。2つ目は室町時代に避妊と呼ばれた特定職農民や芸農民がルーツという説です。この説では参加の語源は坂のものや山椒のものといった中世日本における被差別部落の呼称であるとされ、語源や生活様式、そして身分といった共通点が根拠とされます。そして3つ目は古代大和朝廷の時代、朝廷に排斥されて山間部へと移り住んだ異民族がルーツという説です。古代日本では朝廷と対立した地方豪族を土蜘蛛や熊襲、蝦夷などと呼んで討伐してきた歴史が存在し、参加もそのうちの一つであるというものです。この説における参加の語源は山間部に逃げたことから山人とされたというもの、朝廷による統治が早くに行われた山賀地方から追放されたことが由来というものなどが挙げられます。参加のルーツを古代日本に置くとすると、旗村や参加言葉、参加文字といった彼ら独自の文化が近代日本人のものとかけ離れていることにもつながり、参加こそが失われた日本古代文明を継承してきた希少な民族であるとも考えられています。時代とともにどこかへと消えた参加。明治時代には全国に20万人ほどいたとされる参加ですが、昭和初期には1万人にまで減少し、現在では存在を確認することも難しいです。このことについて多くの研究家は、時代とともに近代日本文化に吸収されたと考えています。参加は旗村などの厳格な掟は守り続けましたが、一般的な日本の文明や道具については徐々に取り入れていったとされています。また戸籍制度の確立によって日本国民として一般人と同化した参加も存在したとされ、これを溶け込みと呼び、一部の参加は近代文化に迎合したと考えられています。また山賊として警察などにマークされていた参加に関しては、スラムやドヤ街といった地域へ流入したとも言われており、これらの地域はより混迷を極めていったと考えられています。しかし現代においても都市や集落以外の山間部で生活を送る人々の姿は確認されており、彼らの中にはかつて山下と呼ばれていた人々も存在しているとされます。あるいは現代人にも山下の末裔である人々もいるとされますが、彼らは一様にそれを隠して一般人として生きていると考えられています。100年あるいは1000年以上にわたって迫害されながら自然と共に生きてきた参加ですが、彼らが再び我々の前に姿を現すことはもはやないのかもしれないと思うと、少し考えさせられるものもありますね。